ロビー・ジネプリは、アメリカ・フロリダ州フォート・ローダーデール出身の男子、プロテニス選手。2005年全米オープン男子ンシングルスでベスト4に、進出した。シングルス自己最高ランキングは15位。ATP ツアーで、シングルス3勝を挙げた。身長183センチメートル、体重79キログラム、右利き。バックハンドストロークは、両手打ち。 6歳からテニスを始め、2001年にプロに転校する。2001年全米オープンに主催者推薦で4、大大会で2発出場し、1回戦を突破し、2回戦でロジャー・フェデラーに2から6、5から7、1から6で敗れた。2003年7月のニューポート大会で ATP ツアー初に決勝に進出した。決勝ではユルゲン・メルザーを6、4、6、7、 6-1で破り、ツアー初優勝を果たした。全米オープンでは2回戦で、第23シードのウィンフェレーラを6から2、6から4、6から7、6から2で破り3回戦まで進出した。2004年は、全豪オープンとウィンブルドンで4回戦に進出した。デビスカップアメリカが州国代表に選ばれ、オーストラリアのユルゲン・メルザーを6から7、4から6、6から4、 6から4、6から2で破りチームの勝利に貢献した。2005年全米オープンでは3回戦で、第29シードのトミー・ハース、4回戦で、第13シードのリシャール・ガスケ、準々決勝で、第8シードのギレール・モコリアを破り、ノーシードから4大大会自己最高のベスト4に進出した。準決勝では、第七シードのアンドレア・ガシに四から六、七から五、三から六 6から4、3から6のフルセットの末破れ、決勝進出はならなかった。この年は、ATP マスターズシリーズのマドリードとシンシノティでも、ベスト4に進出し、2005年12月26日付のランキングで、自己最高の15位を記録している。2008年北京オリンピックに、アメリカ合衆国代表として出場した。1回戦で、ノバク・ジョコビッチに4から6。 4から6で敗れた。2009年7月のインディアナポリス大会の決勝で、サムクエリーを6、2、6、4で破り ATP ツアー3勝目を挙げた。これが最後の優勝になった。2010年全仏オープンで4回戦に進出したが、その後は好成績を残せなかった。ジネプリは2015年7月の式オープンの予選で、西岡義人に敗れた試合が最後の出場になり、 8月に32歳で現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。